どうも皆様お久しぶりです。エルバースファームです。最近動画の更新が遅れており申し訳ございません。以前お伝えしましたが、現在事務所のマンションに外壁工事が入っており、月曜日から土曜日まで作業されていて、音もすごいですし、この屋外スペースも作業員の方が通るので動画を撮る余裕がありませんでした。あと2週間くらいはかかりそうなので、引き続き動画の更新が遅れるかと思いますが、よろしくお願いいたします。さて、今回はこれもよくご質問をいただく、アガベの管理は屋外と室内どちらがいいのかに対して僕なりの考えをお答えしていきたいと思います。僕はどちらでも管理をしており、あくまで個人的な経験による意見になりますが、それぞれ良し悪しがあると思っておりますので、それぞれを共有したいと思います。また結論から言ってしまえば、僕はどちらにも素晴らしいメリットがあると思っていますので、両方使って管理するのがベストだと考えています。動画をご覧いただき、皆様が思うそれぞれの良さ、またここが残念ということがあれば、ぜひコメントをしていただき、意見交換の場としてお使いいただけますと幸いです。では今回の内容としては、まず僕が思うそれぞれのメリットデメリットをお伝えした後、それぞれのデメリットを消した新しい管理方法としてハイブリッド管理をご紹介させていただきます。なお、ご自宅の環境によりどちらしかできないという場合ももちろんありますし、どちらかがダメなどというつもりはなく、あくまで僕が経験上感じた感想をお伝えする内容になりますこと、ご了承ください。それでは今回も見ていきましょう。では屋外・室内管理のメリット・デメリットを管理面と育成面の2つの側面から考えていきたいと思います。まずは管理面ですが、これは断然屋外管理が楽だと思っています。ちなみにここで言う管理というのは、日常的な水やりや薬剤散布、植え替えなどを指します。株数が少ない場合はあまり気にすることはありませんが、株数が増えてくると、やはり水やりや薬剤散布のたびにお風呂場や流し、それこそ外に出すということがかなり大変な作業になってきます。最近は水受け取り付きの植物棚などが出てきましたが、室内管理をされている方の多くが水やりに苦労されているのではないでしょうか。薬剤を使用する場合も、まさか室内で散布するわけにもいかないので、株を外に出してなんてことが手間ですよね。また植え替え作業なども室内で行うと汚れが気になります。加えて室内管理の最大のネックは、株数に応じてライトやサーキュレーターを必要数揃えなければならないこと、そして植物を置く棚なども必要になり、それらの購入費用、また電気代などの維持費も結構負担になります。あと個人的にサーキュレーターなどを24時間つけっぱなしにするので、夜間帯など自分がいない時に万が一火災などが発生したら怖いなという不安もあります。そういったことを考えると、屋外管理は日頃の管理がとても楽です。水やりはホースを使ってまとめてできますし、床が濡れるなど気にする必要もありません。薬剤散布もわざわざ場所を変える必要もなく、この場で行えます。あとよく室内管理を始めたいという方からご質問いただくのが、植物をたくさん部屋に置いて匂いが気になりませんか、また虫が湧いたりしませんかということです。管理している自分では気づかなくても、同居している家族からクレームが入ったという声も実際にいただいています。屋外管理の場合はそんなことを気にする必要もありません。光も太陽光を浴びせればいいですし、風も自然に吹いているので、わざわざライトやサーキュレーターなどを用意する必要もなく、電気代もかからないので経済的負担も軽減できます。また火災などのリスクもありません。極端に言えば、屋外は基本的に置いておくだけでいいので、管理が非常に楽になります。梅雨の時期のように天候不順が続くと徒長するのではと思うかもしれませんが、そんな簡単にアガベは徒長しませんので、数日雨や曇りの日が続いても気にする必要はありません。実際僕も屋外に置いて天候などに左右されるのであれば、一定の環境を整えられる室内の方がいいと以前は思っていましたので、室内管理が中心でした。ただ今は後ほどお話しするハイブリッド管理に切り替え、冬場や何日も天候不順が続くような日以外は屋外管理に変えたことで、とても管理が楽になっています。
ただ屋外管理にする場合の最大のネックはまず置き場所を確保できるかということになるかと思います。そしてもし確保できたとしてもチタン棚などは野ざらしはあまりお勧めしませんので、雨よけがないような環境ですと屋根などを用意する必要があることかと思います。また急に温度が上がったり日差しが強くなった場合は遮光ネットや寒冷紗を張るなどの対策、また冬場の寒さ対策など必要になるので、その点は屋外管理のデメリットと言えると思います。とはいえ日々の管理を考えるとそれでもやはり屋外管理の方が僕は楽だと思っています。もちろんこれは屋外で管理できるスペースがあることが前提の話になりますが、せっかくお庭やバルコニー、ベランダなどがあるのでしたら屋外管理も試されることをお勧めいたします。続いて育成面ですが、これは株をどのように育てたいかによって異なると思います。自分がイメージしている形に仕立てていきたいという場合は室内、ある意味ありのまま健康的に育てていきたいという場合は屋外だと思っています。ことを仕立てに重きを置いた場合はやはり屋外のように天候に左右されず一定の環境で管理できる室内の方が断然作り込みやすいです。僕もコンパクトに育てたい株やボール状に育てている株に関しては室内の LED 環境で管理しています。例えば屋外のみでこんな感じの株を仕立てたいというのはなかなか難しいと思います。また害虫被害も屋外に比べれば発生のリスクが低いので、整った形の株を作るならば室内の方が向いていると言えます。加えて年中一定の管理ができますので、天候や気温に左右される屋外よりも1年を通してみれば成長が早いというメリットもあります。小株から早く大きく育てたいという場合は室内の暖かい環境で LED に当て、まだたっぷりと水を吸わせることでどんどんと大きく成長していきます。発根管理を年中できるのも大きなメリットだと思います。一方屋外管理は管理できる期間が限られているものの、こと健康的に育てたいという場合は屋外がおすすめです。しっかりと太陽光に当てて育てることで葉は幅広で肉厚になり、また張りも出てきて色艶も良くなり、植物本来の美しい姿に成長していきます。その要因としては別の動画でご説明していますが、太陽光には育成ライトにはない波長が含まれているからです。例えば紫外線です。紫外線照射にはデメリットもあるものの、 UVB の照射下での植物の形態変化には葉が厚くなり葉柄が短くなる、葉が丸くなる、葉の形と幅の変化、茎の伸びが減少するといったメリット、また光合成効率が上がる効果もありますので、巨子の元となるブドウ糖が多く生産され、それがセルロースとなり巨子が大きくなるなんてことも期待できます。またこれも別の動画でご説明しましたが、例えばこの株のように綺麗なライムグリーンの灰色を作りたい、またキープしたいという場合は太陽光に当てることも大事になりますので、太陽光の恩恵はやはり大きいです。 LED 管理だとどうしても灰色が濃くなっていってしまいます。このように育成面においてはどちらも捨てがたいメリットがあるのかなと考えています。最後に今僕が推奨したいハイブリッド管理についてお話しいたします。ハイブリッドという使い方が合っているかはさておき、ここでいうハイブリッド管理というのは屋外室内どちらも取り入れた管理方法のことになります。ここまでお話ししてきたようにどちらの管理にも良さがありますよね。ですので片一方だけではもったいないと思いませんか。また日本のように季節ごとに気候が変わるような場所では自生地や栽培が盛んな台湾のようには育てられませんので、気候に合わせて屋外室内を切り替えるこのハイブリッド管理こそが日本にマッチする管理スタイルではないかと考えています。もし今室内管理が中心の方は気温が高い時期にはベランダなどでもいいので太陽光に当てる期間を作ってみてください。一方屋外管理が中心の方は何日も悪天候が続くような時、また気温が低い時期には室内で LED 管理に切り替えてみてください。外に置き場所が全然ないという場合は数株ずつでもいいのでローテーションを組んでベランダなどに出してみてください。大げさではなく分かりやすく株がどっしり色艶が良くなっていくはずです。一方屋外管理が中心の方は LED 管理を取り入れることで外で健康的に育てた株を仕立てるという楽しさも生まれますし、冬場も育成を続けられるというメリットも生まれます。場所の問題もあると思いますので全部が全部ではなくていいと思います。
僕も室内に取り込むときは全て入りきりませんので、大株などは冬場でも屋外に放置しています。室内管理の方は調子が良くないなぁと思う株などを選んで外に出してみるのもいいと思います。状況や目的に応じて屋外室内管理を切り替える管理方法こそが、日本でアガベを美しく健康的に育てる一つの方法ではないかと考えています。ただ最後に一つ注意点ですが、短期間での移動はお勧めしません。急に LED の光に当てる、太陽光に当てるなどすると葉焼けのリスクがあります。必ず潤化期間を設ける必要がありますので、徐々に慣らしていく期間がどうしても必要になります。そのため外に出すなら、室内に入れるなら、ある程度長期スパンで行うことをお勧めします。加えてその方がそれぞれの恩恵を享受できるかと思います。今回はアガベの管理は屋外と室内どっちがいい、またハイブリッド管理についてお話ししました。何度もお伝えしておりますが、どちらにもメリットがありますので、いいとこ取りをして育てていくのが個人的にはおすすめです。今回の内容はざっくりとした内容になっていますので、移行の際に気をつけるべきことなど、細かなことで気になることがあればお気軽にお問い合わせください。では今回はこれで以上になります。この動画が参考になったと思ってくださった方は、高評価チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。